もろい。あー、そうかそうか。さあ決勝見ていきましょう。ふもわらくね、アカシアザエル、リュウセイアカルルがメリバレットチーム、対するはセリザーミュー、林神楽、クラリライチチーム。先方出てくるのは、メリー君と林さんのバレット神楽。しんどい、なるほど。でもなんかどの通りでもなりそうなんだ、うまっ今のマジうまかった。で、メリメリ君のネシカケース、これ何虫 D 虫ターターさんか、あれか、ここの辺にゴミ箱に捨てられるやつだ。あ、すごい早っ、最強。さあ、2年前覇者の守り神って言ったこのターターさん。ターターさん、さあ、ターターさんのカゴで2ミが通る。さあ、ヒートレベルもいい感じだが、投げたくが逆に通ってしまって、まだ切り残る。さあ、この読み合い、うまいこと飛んで、ストレス距離を果たすことが成功して、意味が当たらない、投げしっかり抜けている、素晴らしい。さあ、バックからバックが踏んでしまった、これはちょっと悔やまれますね。ジャクジャクも悔しそう。ちょっと前、てかこれガチで調べる余地ありそうなレベルの対策だな。偶然なのかそれとも狙ってるのか分かんないですけど、何はともあれめちゃくちゃうまいな、さっきからジャクジャク、うまい。無理無理無理。さあ、まだいけ、やれ、うわー、どっちも強かった。ハフナ下、上、ワイバーンで突撃、これは球を抜けてくるぞ。ファフナーでフィニッシュ。ファフナーダメージ伸びるな。さあ、先鋒戦は、さあ2番手出てくるのはハッシャー、フモアルクね。さあ、今日はターターさんも見てるぞ。さあ、虫歴多分もう7年ぐらいのこのラグですが、神楽はどうかやってるのか。うわ、うまい、よく拾ったな。いやー、対策っぽいな。荒倉もそんなにシャカシャカ動けるタイプではないと思うんで、神楽のネックなところである機動力不足っていうところはあんまり考えなくていいとは思うんですが、ジャンディ、ジャンディ、これ実は難しいって話を聞いたんで、ほぼ100で成功させてる久保さんは相当頑張ってるんですね。さあ、ファフナーは多分この状況ではあまり期待できませんね。さあ、しゃがんでしゃがんで、ためは完成しているが、さすがに警戒してる。回転西を抜けて、B バックも上をくぐる、上をくぐるっておかしいな、日本語として破綻しました。ちょっとこれはファフナーを意識すぎたか、ジャンビが食らってしまう。わー、この表裏卓6412の3。やっぱ今日は守り神ついてるからちげえな。ジャンディ、ジャンディ、あー、当たらない。攻防の筆の誤りというやつですか、珍しい。ジャンディ、キリ、まといがまとわらない。あー、最高の状態になってしまった。 ABA 無理ー、昔からあるやつですからね、やっぱりきついもん。あ、やってもった。ここからカグラがワンチャンスリーシーカンタイトー、いろいろ見せてる。そこバースト読む、素晴らしい。まあそうですよね、普通に 50% 使いどころとしては全然読めるライン。さあ、中距離さえ続いてるが、ワシャワシャ通ってしまう。溜めちゃったがゆえの中段ぐらい。F 丸スタート、 6A 普通に崩した、バースト対策している。最後は D 虫、
ウーモアラクネ勝利。さあ相手の2番手はクラリライチ、ビッグワンセカンド勢ですね。ビッグワンセカンドといえばあの伝説のアラクネスカイピッコロさんがいるんで、やめてくださいやめてください、やばいわピッコロさんはクラリさんの中でなかったもんね慣れてるかどうかは別として、まあ見てはいるでしょうね。さあ開幕一気にぶっ込んでいく、強いねさあでもやっぱ慣れててもこの中下そういう問題じゃない時があるから、ちょっと減ってない、あやってもうた、あはい、さすがに回そう、この体力さ諦めていない様子、ペペペペペ ED を吐いて、さライチが遅くなる、あるって、いや今の威力すごいいいな、いや思い切ったつまめ通れません、いやー頑張った、切り吐いてぶっかかって、もう 2D ガードさせただけでも楽園が通ってしまうような状況ついちゃった、あとはもう表でも裏でもどっちでもいいんでね、ぶっちゃけマラクラのことよくわかんないんですけど、多分さすがに裏表選べるよな、うわとんでもねえ膝切りが、うわあ一発膝が通る、まあ多分さすがに面倒くさい思いをしてるのはラクネだと思いますね、この組み合わせは。お互いだるい、じゃあ5分、お互いだるい理論は5分を対応してる、これはキャラが強いわ、でもどっちも強いからな今回、やっぱり5分かもしれない、さあ試合の方は中盤戦後半戦ですかね、中段が通る、ここでバースも互いにロブダが荒くねにゲージがあるのと楽園ゲージがそこそこ溜まっているのがすごい気になる、竜医さー一戦素晴らしい、クライライチ、やっぱビッグワンもね、いわゆる若手勢がすごい着々と育ってるっぽくていいことですよね、これは確かも負けてらんねえな。さあこれは2900、いいなー、やっちまった、死にはしないけど状況は相当悪いぞ、ゲージもないと何にもないと、チェッバーサマリはない、ここはクラリライチの勝利、素晴らしい。さあ3番手だがしかし対象ではない副将に出てくるのはアカシアズラエル、これはねビッグワン対オス後の対抗戦リベンジマッチとなるか、確かクラリさんが勝ってるはず、あの頃からずいぶん時間が経ちました、バージョンも変わりました、アズラエルは強くなりました、ライチは多分あまり変わってません、それがどうなるかどう、ちょっと弱くなったのわかんねえライチ使いの弱体化点は正直多分ライチ使いにしかわからないぐらいのレベルだと思う、だって確かあの1通のコンボがちょっとやりづらくなったんですよ、 4B の補助が増えて1通がつながりづらくなった、そりゃわかんねえさすがに、出てくるといる、なるほど面白いね、まあライチ使いコンプ超調べてますからね、しかもみんなでやるから作業のスピードが速い、ライチ使いあったけ見てほしいと思ってくれる、いやライチ業界はじゃあすごいいい環境が整って、ルーっぽいですね、
まあ、ライチのね唯一の弱点というのが多分ガーキャン、カウンターサルトがあんまり強くないところ。小技が、まあ小技の回転率もちょっとあれだね。あと致命的なやっぱりあれかな、ツバメにラピキャン効かないところだよね。毎回毎回ゲージ50やろうが100やろうが、あの命かけないといけない。まあそういうことですよね。まあでもライチですから絶対打つけどね。攻め終わっちゃうジャンツ。うわータイガー、さあやってくるぞー、できるー、うえー、これは嬉しいでしょうね。リベンジ成功、明石アズラエルの勝利。さあ3番手同士ですが、大将副将戦出てくるのはセリターミュー。いやなんでもね、アークレボリューション2オン2セリターミューゼロパレットチームという情報が流れてまいりました。いや結構注目、なんでみんなこのチーム注目してないのかなってぐらい2人とも番組で強いんで、僕は相当この2人には期待してるんですが、まあね、アークレボ続々とチーム決まってるっぽいんで、どういうチームが出るか非常に楽しみですね。さあこの組み合わせはどうなんでしょうか。多分なんかアザレスってあるそうじゃない、ニュース13と違ってさ、捕まえた時もさ、まあ一応つぬぐいがあるからね、多分そんなに簡単にいかない組み合わせなんじゃないかな。イクタチ打ってきたー、多分どうせクローラーでビット取ってもでって話だよ。ケバシキー、ケバシキが通用しない。あのそういえば、今までケバさんがセリターさんのことずっと年上だと思ってたっていう話がすげえやばいんですけど、多分ケバさんの方が2、3、4個ぐらい上だと思うんですけど、まあね、立川に来てくださる、僕今23ね、1個上組が本当に年齢不詳があまりにも多くて、この話するといつも盛り上がっちゃうんですけど、やっぱりジャンプ2C 弱くなったっても強いですね。それがいい、さあ下次でグサバサ下当たらない、これはだけどアズラエルはね、 OD の価値が大幅に今作になって上昇しましたから、こういう使い方も面白いですね。さあしかしこれは使ってしまったのがアダトだったか、タケコムが入ってる、フィニッシュになるか思いから5番さあセリザミュー、ここでタッ、さて本日の最終試合となりました、大将同士の一戦、流星対セリザミュー。いやこの組み合わせやる前に流星にどうって聞いたら、いや不利でしょって言ってたんで、うん、だから不利でしょ、無理とは言ってないよ、うん、失礼、まあ不利っていうことは多分昔からあんまり変わってない。でも今作つぬぐいのガードが遅くなったのはどうなんだろう、影響してんのかな、その辺がちょっと気になる。タオで詐欺飛びができるなら理論上、まあ、カルルでもいけなくもないと思う。さあこれは、いやよく見てる、素晴らしい。わあこれはちょっと行き過ぎた、こっからコランテを消してくれるのはちょっと便利です。うわー補正を切っていく、クナゲ惜しい、ヤタの鏡へリーチをかけるのはセリザワミュー側。やっぱねセリザさんはなんか知らねえうちにゴン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 強くなって、もう普通に確かでも上から数えた方が早いレベルのプレイヤーなんで、大会で当たると恐ろしいですよこのミューは。さあボランティア消してしまう、 CT は漏れたが、そこにカルルが襲いかかる、ここ
スルグも警戒しつつ攻める。さあこれはスルグ、いやー弱体加点が見えてしまいましたね。うわー減ってるー、出ちゃー。さあアルペジオを引きたかったところ姉ちゃんがお亡くなりになっていた。しかしこれはダメージ的には十分取ったでしょう。まあね、姉ちゃん壊れた時にオーディ発動するとザオリクの効果が得られるので、あまり状況的にも悪くはない。うわ姉ちゃんのせい、いや姉ちゃんで持続が伸びた時はちょっとヒヤッとしましたが、これは流星冷静にさばききりましたね。ファイナルラウンド、開幕はビットとハバヤ、カルルは方向を選択していた。下段崩れて大胆に細切りに行く、 8B から襲いかかるミュウ、カルルもボランティで応戦。そして方向、ここで捕まえる、中段崩れパッチ、ロケーロー崩して、さあこれはさすがにきつい、ピットを巻きつつ、しかしこの空転く流星素晴らしい。これでセンターミュウバン実況すか、投げを抜ける。さあビットがカルルの足を止める、画面端の押し付け合いからの中央、ビットいっぱい巻いて、ちょっとずつ姉ちゃんが削れていってしまう。バリアがない、少し空中くらいは痛いぞ、思いかねダメージを優先。これが神殺しの力、ゴスト減らして5戦デリシハマヤ、ビットがこついて削っていく、ヤタの鏡立ち回りを強くしていく、投げる、いやーいい試合だったなー。というわけで本日の優勝は芹沢美宇、林神楽、クラリライチでした。おめでとうございます。いやー素晴らしい、いい試合だった。さてじゃあ優勝チームにコメントもらおうかな。それでは優勝したお三方どうぞこちらへ。さてじゃあまずは、先方で出てった林さんから。あ、初優勝ありがとうございます。はい、おめでとうございます。じゃあ次クレイさん、はい、ビッグワンセカンドよろしくお願いします。阿久津さんやってよそうですね、ビッグワンと確か仲良しなんで、ビッグワンの方も皆さんよろしくお願いします。最後に芹沢さんおめでとうございます。なんか久々に流星カルルに勝ったんで、明日の予選頑張りたいことで思います。明日はゼロバレットと出るんで。おやっぱりゼロバレットが怖えな、このチーム勢い乗ってますからね。これは皆さん頑張ってください。そうですよね、明日からアクレボついに予選が始まるということで、出る皆さんぜひ頑張ってください。で日曜立川ゲームスロー5号店で小中級者大会10段まで10段制限の大制限大会を行おうと思っています。多分、2時エントリー開始、3時、大会開始という運びになりますので、皆さん暇ならぜひお越しください。よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で。